友達作るってめちゃくちゃ難しいねって思ったりしますか？実際は僕もそうだったんです。レシェイプの皆さん、おはようございます。本日目の紹介したいのは、対人恐怖症者内向的な気味にでも簡単に友達を作るという友達の作り方講座です。では早速参りましょう。昔ながら自分は結構友達がなくて、そして特に東京から帰国されて、僕はすごく落ち込んだり鬱になった時期もあって、なんと自殺未遂のところで何が起こったかというと、自分は自分との決定したというか契約を結んだ、もし今は何もなかったら明日はもう飛び降り自殺するよって自分というも契約を結んだんですけれども、でも当初は何が起こったかというと、自分は自分のコーチを見つかったということです。そのコーチは自分を自己啓発というのを世界に誘ったんで、その誘いによって僕はだんだんいろんな物事の挑戦して対人恐怖症にも乗り越えたということですね。そしてその知識や体験によって僕はその自分のミッション、自分の使命にしたいのは、その同じくの700万人の対人恐怖症者を対人恐怖症からを脱出させるということです。もしあなたはまだ対人恐怖症を抱いたりするという方だったら、最初はこちらの動画をご覧ください。もしこちらの動画も役に立つかもしれません。さらにもしこの動画が役に立たなかったら、何も役に立ったら、自分との個人的な相談に乗れたいなら DM してください。または概要欄では自分のウェブサイト貼ってあるので、そこにもスケジューリングは可能です。そしてレシェイプの皆さん、本日の場面ですけれども、友達の作り方は、これはもう まずね、友達の作り方はすごく難しいと言われているんですが、まあ誰かの引用だったんですけれども、我々は自分との5人との付き合う方とその平均のレベルになるということですね。その平均になるからこそ、このきっちり自分の友達をしな選べなければならないというのもわかりますね。どうして依頼の人が依頼の人が付き合わないかというと、そのルールはわかってるからこそ、その依頼人は依頼の人しか付き合わないということですね。または何が起こるかというと、自分は自分の家族を選べないんですけれども、自分の友達は本当に選ぶから、友達選びに本当にきっちりしないと人生はダメになるということですね。だから自分の人生をちゃんと把握するのは、最初は友達をちゃんと選ぶ、いらない友達は外すというのはポイントです。そしてもしあなたは現在とかね、今そのいい雰囲気の友達とか見つかったりかな、勇気を出してそこから話しかけて、まあ、あるいはそちらからも話しかけたりしたということで、今の会話になったんですが、一番の3ポイントは何が必要かというと、最初は好奇心ですね。ずっと好奇心の抱いている友達というのは何かするかって自分の問いかけたり、そして2番目は何かするかというと、その友達の話を聞く。その友達の話を聞いたりすると、ああ、彼はそうなんだな、こうだなって、その友達を聞く。そしてその友達の耳で聞くですね。で、2番目はね、質問する。つまりもうちゃんとそのね、あ、これはどうだろうって、これはどうだろうってちゃんと質問するね。で、その3つをちゃんと刻んだら、自分は本当にいい友達な関係になるだと思います。では、レシェイプの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、だから明日の動画なんですけれども、友達の絆もっと強くするというの秘訣なんですけれども、もしよかったら、こちらの動画を、まあ、そちらの動画見たいなら、明日の動画見たいなら、こちらのチャンネルで登録と通信バトンもお願いいたします。または、もしこの動画はなんか、価値があったら、高評価にもお願いいたします。自分の思うのは配りはせや、まあ、シェアはケアですけれども、だから、自分の友達にもシェアしてください。このチャンネルなんですけれども、大体は、自己啓発や、心理学を使って対人恐怖症対策、怠慢対策などのいろんなものをシェアしますので、または
Facebook マーケティングもシェアしますので、もしよかったらこの間でこちらの2つの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。